西野さんが話をする前に準備することは何ですか講座作りで必要な話の繰り立て方やポイントを教えてください。あ、これいい質問ですね。うんとね、あの、よく、うと僕、ま、トークショーっていうかあ、例えば舞台挨拶とか、あるいはですね、うんとあ、近畿大学の、あれは何だっけな、あ、卒業式のスピーチだ、時とかって、 あの何も考えずに出てきましたみたいなことを言っているんですけどもそれに対して嘘だろって言われるんですよ。<laughs> お前これちゃんと用意してきたろって言われるんですけどあの本当そう見えてるだけかもしんなくて用意してるぐらいに、えー、と見えてしまっているのかもしんないですけど用意してないんですよ。<laughs> 本当用意していなくてただ厳密に言うと用意している部分もあるっていうことですね。じゃあ例えば近畿大学の、えー、とスピーチで言うとこれ 結構、まあ、裏話ですね、もう今だから言える裏話ですけど、これ、サロンメンバーさん知っ,てる知ってることだと思うんですけど、近畿大学のスピーチで用意していたことっていうのは、まずオープニングですね。で、近畿大学のスピーチって、えっ、ー、と、まあ、YouTube 今見返していただけると分かると思うんですけど、あれってね、あの卒業式,式、式典がですね、1時間ちょいぐらいあるんですよ。で、式典なのでお堅いんですね、基本的には。要するに、1時間お客さんがずっと溜まってるっていう状態が続いた後に、えー、出ていかなきゃいけないんですよ。要するに会場はもう冷え切ってるんですね。 じゃあここのまずアイスブレイクが必要じゃないですか。で、それをまずどうしようかなと思った時、えー、ときに、登場をやり直すっていうことをやろう。要するに出てきて、あんまり歓迎されてないな、恥ずかしくてかっこつかないから、もう一回やってもらっていいですかみたいな。あのもう一回、すごい大,大歓声で迎えてもらっていいですかそっちの方がかっこいいじゃないですかみたいな、えー、ことで、登場をやり直すっていうのは結構決めだったんですよ。なので よくよく見てると面白いですよ。なんか、あの、ニュースとかで、えっ、ー、と、ちょっと出たんですけども、西、近畿大学の西野の登場、えっ、ー、と、盛り上がらずみたいな、<laughs> ニュースが出てるんですけど、動画見てみると、絶対それすぐわかると思うんですけど、そのニュース、も嘘、嘘もいいとこで、実はもう、一発目出て行ったときから、もう拍手起きてんですよ。うわーってなってんですよ。なってるんですけども、その拍手を潰す形で僕が、ちょっと言いいか減にしてくれって。 あのもっとちゃんと迎えてもらわないと、かっこ悪いじゃないかっていうことで、拍手を起こらなかったっていうことにしてるんですけど、僕がしてるんですけど、自分で。でも、よくよく動画見ると、もう最初出てきたときから拍手起きてるんですよ。だけど、西野があのかっこ悪い方がいいじゃないですか、だからそこ潰してるんですよ、拍手を。潰し、ちょっとだま、おい、つょっしろってもっとちゃんと拍手を起こしてくださいって言って、えっと、やり直してるんですね。だから、えー、とあれ、やり直すことは、あっこは決めてたんですよ。 あそこは決めてた。なので、僕一回下がるんですけども、もう一回やり直しって言って下がってすぐに VTR が出るんですよ。あの、会場のこの両脇にでっかいあのモニターがあるんですけども、スクリーンがあるんですけども、そこにえーとオープニング VTR がすぐ出るんですけども、あんなものスタッフさんと握ってないと、だって、スタッフさんはもう一回オープニング VTR バーンって流したらさ、もう,もうこの VTR 使わないと思って、もう直しちゃうんですけど、でもスタッフさんに事前に言ってないんです、あれは。 えーと映像を出すすスタッフさんんにすいませんと僕、もう帰ってきますんで、オープニング、僕が、えー、とやり直しって言ったら、すぐに間髪入れずにオープニング VTR、もう一回流してもらっていいですかっていう、そこは握ってましたでそこは用意していたと。で、あと、用意しているところでいうと、えー、近畿大学のスピーチでいうと、もう後半部分ですね、もう失敗っていうのは存在しないと、失敗っていうのはその失敗を、えー、と全部利用して、うまいことを、えー、使ってしまえば、成功のために必要な、えー、と要素も の一つになるるってていうようよなまととめめ方をすることは決めていたんですねだ最後のその締めは決めていたであとその締めに行くまでの10分ぐらいのトークここは完全フリートークス失敗エピソードで笑いを取るっていうあのミッションはそれですで、えー、とこのまとめの方に行かなきゃいけないじゃないですか失敗っていうのは存在しないんだとで失敗っていうのは今この段階であの時の失敗を料理すれば、えー、と成功に変わるっていうふうに なまとめ方をするのでその前ののでそ前10分間の失敗エピソードトークは100%受けないといけないんですよ。<laughs> っていう、えー、戦いですね。要は冷え冷えのあの会場で10分間爆笑を取り続けてくださいっていう失敗エピソードでっていう。でこれ失敗エピソードで受けなかったら最後のまとめが閉まらない。 で、この10分間、絶対爆笑取らなきゃいけないわけじゃないですか、8000人相手に。じゃあ、それは結構、あの <laughs> 面白い挑戦だし、で、10分間爆笑を取ろうと思ったら、これ、用意していったエピソードが持っていっちゃだめなんですやっぱその時何が合うのか、今、お客さんが今、どれを求めてるのか、一発エピソード試してみて、なるほど、これ受けるんだな、じゃあ、こっちの方向だっていう風に、とんとンんトンって変えていかなきゃいけないので、なので、えー、と整理すると、近代のスピーチでいうと、登場は決めてました、登場やり直すっていうのは決めてました。 で、えー、と締めの言葉も決めてました。ですが、10分間は、えー、とフリートーク。っていう感じですね。講演会に関してはもう何も決めてないです。<laughs> 僕あの、時々講演会があるんですけど、そのビジネスマンとクリエイターさん向けの講演会があるんですけど、その時本当に自分が喋りたいようなことを喋ろうかなと思って、お客さん見ながら喋ってる1時間半ぐらいか。そこはもうフリートークですね。<laughs> それはあの、そういう才能があるんじゃないですか、知らないけど。 <laughs> だからあの、そこはもう慣れてるというか、毎日喋ってるんで、だからこの後僕、えっと僕、あと3秒後に武道館のステージ出てってくださいって言って、そこから2時間お客さん沸かしてくださいってっても、それできますね、それずっとやってる人間なんで、まあそういう感じです、フリートークです。